今日の出来事や記念日、雑学などに合わせて選ばれたカードをご紹介。合言葉は今日は何の日？ポケカレンダー。はい、どうも、とこちょうです。5月23日のポケカレンダー紹介させていただきます。5月23日は世界亀の日でございます。英語では World Turtle Day と言いまして、亀について知り、亀に敬意を払い、亀の生存と繁栄に向けて人間が手助けをする日とのことです。記念日を制定したのはアメリカの非営利団体アメリカントータスレスキュー。絶滅の恐れのある亀の保護や違法な販売の阻止に始まりまして、捨てられた亀の保護や行方不明の亀の捜索まで、亀にまつわる幅広い活動を行っている団体でございます。なお、タートルとトータス、亀という言葉には英語で2種類ございますけれども、タートルはウミガメ、トータスは陸ガメを指すそうです。で、世界亀の日では陸ガメとウミガメ両方を対象にした記念日であるとのことです。ちなみに日本では鶴は千年、亀は万年ということわざがある通り、亀は長寿の象徴といったイメージがあるんですけれども、実際のところ亀の寿命は長くとも180年と言われています。なぜこのようなことわざが生まれたかと言いますと、古代中国の書物の中で仙人に仕える生き物として3000歳の亀が登場したというのが由来なんだそうです。あとは身の亀といって、甲羅に藻が生えた亀なんかもそれほど長生きした亀ということで、同じく縁起物として重宝されていますね。さて、藻が生えた亀が縁起物なら、ロケットランチャーが生えた亀は何者だってことで、5月23日のポケカレンダーこちらでございます。せーの、バーン。はい、カメックス GX でございます。全国図鑑番号9番、ポケモン初代から登場しているロケットランチャーが生えた亀でございます。特性技 GX 技1つずつでございますね。特性は硬い甲羅、受けるダメージが常にマイナス30されます。そして技は2エネ、ロケットスプラッシュ。自分の場のポケモンについている水エネルギーを山札に戻し、その数 ×60 ダメージ。そして GX 技は1エネ大放水 GX。自分の手札にある水エネルギーを好きなだけ場のポケモンにつけることができるというものでございます。通常技は水エネを山札に戻してしまうというのがややネックに見えがちなんですけれども、エネルギー1枚につき60ダメージ、5枚戻せば300ダメージ出せるという点ではダメージ効率も良くって、終盤に打てばライブラリー切れも回避できる特性のおかげで耐性も高いので、水タイプを主軸にしたデッキでは序盤から終盤まで活躍できるイメージです。で、イラストレーターさんはサダジさんでございます。ご紹介されておりますカメックス GX と相性のいいたっぷりバケツをご担当されたイラストレーターさんでございます。ちなみに今回はダブルレアのカメックスご紹介しておりますけれども、 SR や HR も同じくサダジさんのご担当でございます。で、同じ位置づけのものにはドンカラスですとかヨアシがございます。これにメルメタル GX の SRHR を加えた7種類がサダジさんがご担当されたポケモンのカードでして、残りは全てグッズの CG イラストとなります。みんなが大好きクイックボール、みんなが大好き金の玉、形が似てますね。そっくりですね。そっくりベルもサダジさんでございます。で、神絵師だけどニートというクリエイター向けのブログですとか YouTube のチャンネルなども展開しております。 CG アートのメイキング動画のほか、カメックス GX の制作秘話や裏話なんかも聞ける動画をやっております。これね、結構面白いんであえて語りません。ぜひとも皆さん見ていただきたいです。あと CG のメイキング映像についても、 CG アートに挑戦してみたい人は、ああなるほどこうやって作ってるのかとイメージしやすい動画になっています。あともう一つご紹介するとすれば、プロのイラストレーターがピカチュウの塗り絵を描いてみたですね。これ技術的な見応えも十分あるんですけれども、私の動画見たことある人だったらおっと思うような、そんな動画だと思います。といったところで5月23日は世界亀の日ということで、カメックス GX ご紹介させていただきました。それではまた明日のポケカレンダーもお楽しみに。ではクチッとチャレンジ活かしていただきます。リセットスタンプが出ればサダジさんチャンス。よいしょ、せーのでよいしょ。サダジさん出ませんでした。今回亀より長生きの生き物を調べてみたんですけれども、一番長生きの生き物はベニクラゲというクラゲでした。なんとある程度成長すると一度死んだように海底に沈んで、生まれたばかりの状態に若返るんだそうです。まさかの不老不死。いやー、すごい生き物もいたもんですね。それではまた明日。